漆喰系ソードの専門店ロハソールの辻です。いつも YouTube を見ていただき誠にありがとうございます。今回は漆喰や系ソードの塗り方の一つでもある乱流の塗り方についてご紹介していきたいと思います。漆喰や系ソードを DIY で塗ってみようと思っている方や建築士や工務店さんの方でですね、お客様に今までとはちょっと違った模様を提案しようとされている方や、漆喰や珪藻土って、まあ、そもそもどんな塗り方があるのと見られている方は最後まで見ていただくと、この乱流と、乱流ヘッドカットについて分かります。最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。ロハソールではですね、自然素材の漆喰珪藻土の製造販売、そして DIY の塗り方教室の運営、そしてさらには施工を行っております。この12年間で1万件の完成ですね、面積で換算すると東京ドーム21個分に相当します。この YouTube チャンネルではですね、本物の自然素材の漆喰珪藻土の魅力ですね、そして DIY での塗り方や完成実例についてご紹介しております。最新情報を見たい方はチャンネル登録をよろしくお願いします。ロハソールについては説明欄の方に下にホームページを貼っておりますので、そこのリンクから飛んでいただけるとどういうものかわかると思います。この乱流やヘッドカットについて、まあ、軽くご紹介するとですね、円型の模様なんですね。こう丸い模様です。直線ではなくて丸い模様です。なので、上からの照明とか、あと太陽の光ですね、まあ、朝の横からの光と昼間の上からの光とか、でまた夕方の横からの光とか、光が当たる方向が変わってもですね、模様のこう引き立ちが一日を通じて表現できるという模様になっています。太陽の光が入りづらいようなところ、まあ、例えば廊下とかトイレとか、ちょっと陰側のお部屋とか、そういうような壁に塗るっていうのがおすすめですね。入れるので厚みがないと下が透けちゃいますから、ある程度の厚みを出して塗っていきます。目安としては2ミリ以上、はい、右利きの場合はこのような塗り方をしていきます。天井側の場合はこの尖った方を使うと、模様が出ないので、尖った方はこの後ろにこう持ち替えてですね、ここで模様を入れます。継ぎ目がうっすらあると思うんですけど、ギゴテを通す、これで継ぎ目が分からなくなりますね。これが木ごて乱流仕上げという模様になります。こう結構表面に凹凸がありますので、表面積が増えてます。おそらく普通の模様の 1.5 倍から2倍ぐらいの表面積があるような模様ですよね。その分ですね、漆喰や珪藻土の特徴である調湿性能ですね、湿気を取ったりする性能、そして消臭効果で、まあ、それらについてですね、性能がこう増すという特徴があります。
コテの裏に材料が残ってる場合ですね、このヘッドカットを入れようとしても潰れてしまうので、これを一回一回細かく盛り板の上でこう削り取ります。で、削り取るときはしっかり面で当たるように、こう全体ですね、全体がしっかり面で当たるようにこすって、でそうすると裏の材料がこう取れるので、コテの裏に材料がない状態でヘッドカットを入れます。その状態だと裏が引っかからないので綺麗に、軽く撫でる。で、乱流ヘッドカットをですね、 DIY でされた方の、感想としてはですね、まあいろいろお聞きしてますけど、まあ、プロがやったような模様に見せることができるねと言ったり、あとは DIY でも非常にこうやりやすい模様になってます。で、職人さんが塗る場合もですね、お客様にこう提案した時にですね、結構ああこういう模様いいねというふうに言ってくれる方も多いですね。あとはこの道具を使って塗りますので、広い面積とかも塗りやすい、疲労なく塗りやすいという特徴があります。建築士さんとかハウスメーカーさんとか工務店さんの方が言うには、こういう模様ってですね、やっぱり表現力が増してるので、まあ、全てこのような平らに塗ってもですね、あまりこう味気がないと。例えばこうエントランスとかですね、玄関周りとか廊下とか、そういう人がこう入ってくるような、まあ、最初のこうファーストビューですね、お客様からするとそういう部分に模様があると、ちょっとここ違うねみたいな感じでこうイメージを与えやすい、存在感を与えやすいという感想をいただいてます。このチャンネルでは今後も自然素材について、漆喰や珪藻土について、そして DIY の塗り方、そして施工事例などについてアップしていきますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。